再開していきます。しかしこの戦闘をね、ちょっと考えがある、戦闘パートにちょっと考えがある、ビシビシ飛ばしていくような感じにしたいわけです。戦闘パートをね、ビシビシと。サタン様は撹乱せよと申されたが、構わぬ構わぬ、この鹿の実力をお見せするためにも花組を全滅させてくれるわ。うん、それぐらいの心意気大事だと思う。そこまでよ。帝国歌劇団参上。わらわらと。来たか、小娘でも。なかなかいいキャラしてるな、鹿。ホーマの狙いは劇場内に隠された最重要なんですね。戦いが終わったら教える。あたいらに。よっしゃ。なんだなんだ。え。おお、雪に。すごい力持ってるな、鹿。おお。このね、今回はですね、今回はあのうまいことカットを対応していこうと思う。サクサクとカットをね、まあ見ていてくれ。ミレはここ。アイリス、行きまーす。アイリスはこうかな。攻撃。ほら、いや効かねえな。グヘ。まあ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 効くな。桜大戦あまりこの効かないな、敵の攻撃が。結構硬いんだよ、効果が。次の目標はどこ？ここです。強っ。どういう風に編集するかを考えながら動かしてます。しょぼ。ええ感じやで。うん、やったで。アーグザラットみたいにこのバックを取ったからといって強くなるわけではないんだよな。後ろを取ったところで敵の必殺。うん、え、あっちも壊れるんだ。カバウはさくらくんにした方がよかったかな。どんな成分なんだそれは。
うん、あんまり聞かない。ちょっと後手に回ってる感があるな。なぜか攻撃できるこの蒸気三輪、三輪か二輪だったかもしれない。間に合わんな。なるほどね、なるほど、増えるのか。ぐえこの辺りで緑を倒しておきたい。マリア強いね。強いな敵が。いい配置が、いい配置に持ってこれなかった。こちらが、そしてあの緑色のやつが意外に硬い、思った以上に硬い。スミレが間に合ってくれんと。死にたいなら前に出なさい。いやいやいや、結構結構でございますな。ちょっとアイリスじゃここの防衛線が張れない気がする。防衛線っつうのかな、守れない、守りきれない気がする。コマ倒せないよこのままじゃ。とりあえずさくらとカンナで左下と右下のこの緑色のやつを壊そうとしてるけど、あんまりやっぱ硬いな、あんまりやっぱ硬いな。苦肉の策だな。
どれぐらい効くかな、どれぐらい効くかな。おー、まあまあ。アイリス強いんだよ。間に合うか。敵が湧くまでに倒せるか。霧島流の奥義見せてやるぜ。ちょっと火力が足りんな。ちょっと火力が足りん。まあ、時間はかかるけどなんとか倒せるって感じになりそう。うん。いや難しいな。カットしながら面白くできないかな。カットしながら喋っていく、カットしながら話をつないでいくってことができるかなと思ったけど、ちょっと難しそうだ。やりましたわ。どこを喋ってどこを喋らないでみたいなことがちょっと自分には難しいな、どうやら。いくで。カット編集もなかなか難しくございますな。これで決まり、大神が切って終わり。かっこいい。うわ、かっこいい。四連撃。あと二つ。あと一つ。アイリス、行きまーす。これで終わり。よっしゃ。全部壊したぜ。あとは鹿さんだけだ。小娘どもが、この最強の駒、鹿の実力を思い知るがよい。最強は鹿でええんか。最強は鹿でええんか。でーん、これで戦うの、これで。なかなか厳しいぞ、そりゃ。厳しい注文だぞ、それは。この位置で、この位置に現れた鹿を。敵を。効かねえな。さあ、すみれさんで一発必殺をお見舞いするかな。風神竜、鳳凰の舞、鳳凰の舞だ。アカシックバスター。なんて言うとんや。あえて煽っていく。なんで逃げるんすか。なんで逃げるんすか。
よし、まあまあ効いてるはず。よしよしよし、118。敵が逃げるんだが、もうマリアしか追えないぞこれ。桜くんなら一発ある。行きますわよ。ほんなら行くで。うん、アイリスにかばうが正解だったな。え？二階堂してない？いやいや、まだ効かない、まだ終わらない。これしきることで、ここだな、ここか。お水しよう、必殺の一撃を。すごい当たる。さくらくんのこの百花繚乱はすごい技だからな。そこに当たるからな。ただあまり威力は強くない、ただあまり威力は強くない。これで終わりか。お、あれ虹が、ほう、カバーが効いているよ。お兄ちゃん大好き。たまんな。この試合 MVP のマリアが最後の決勝の一打を放つということになりそうだ。これで終わりだ。雪の面だしな、ちょうどいい。なかなか味わい深いキャラでしたな。味わい深い敵だった。ここまで、なかなか、うん、いい。いいな。わかりやすくていい。案外あっさりと
勝利のポーズ。勝利のポーズ。ええんか。ええんか、そんなのんきで。